今天不热，跟我老公把菜园里面的那个空地都给翻一下，消消毒。一乐，过来呀、啊！哎，下来。我们要先把这边的土翻一下。もうちょっと奥まで。出しちゃいけないからね。うん、出しても大丈夫。後でこれ外せるから。いや、そのできるだけそうじゃない。我老公担心把那个土铲到这个草坪上，我说那个铺的这个草坪，我回头可以把它给取出来，弄到了也没事。我每次种点菜啊，都被他用这些小铲子把我的那个菜给铲乱七八糟。Hiro， 到这边来 ，Hiro， 到这边来 ，Hiro。他把这个土翻好以后呢，我们就要撒一些石灰上去消毒。我妈之前听我说撒石灰消毒，她说石灰还可以这样用的吗？我说在日本这边也是听一些种菜的前辈啊，他们告诉我说消一下毒会好一些。ヒロもお手伝いだよね。あるさ。交代しましょうか。奥までね。うん。うん。俺がやるよ。うん。はい。八重様。这种体力活，还是要男人来做。我铲一会儿，我铲的就有点累。ゴミ。ゴミ放下面吧。嗯。Hiro，出来吧，你在那里，爸爸都不好弄。大丈夫、Hiro君も手伝ってくれてんだもんね。没关系。我一般下面的土，我感觉翻的还行。之前就是有好几个人提醒我，就是说土有点浅，这样菜会种的不好。我下面我感觉。挖的深度还行的。よいしょ。よいしょ。マコ、その野菜に気をつけて。これだね。うん。分かった。じゃあこれやんない。うん。よし、ヒロ行くぞ。ヒロ、ちょっとそっち行くよ。ダメ？ヒロ、ヒロ、出来好吗？ダメならいいや。まだいいや。ヒロ君がやってくれてんだもんね。よいしょ。这些小的莴笋苗也是之前长在这里的莴笋啊，它我收种收那个种子的时候，种子全部掉到地里面，它就自己长了。小的莴笋苗，我老公的汗都往下在滴了。阿塞内姆，这すごいね。嗯，这すごいよ。こっち見て。那个汗啊。よいしょ。ヒロ君、ちょっとどいてくれる？よいしょ。あ、これ取れちゃう。あ、後で大丈夫、直す。ヒロ、过来好吗？はい、遊んでるから。じゃあそっちからやったら、反対側。どこまでだ？うん。要不要毛巾啊？タオル？うん、ちょうだいじゃ。那我去拿一个。交代しようか一回。いい。女の人は男の人一人でやったんでしょ？女の人はやなかったんでしょ？うん。よいしょ。そうだね。よいしょ。没问题吗？没问题。素晴らしい。ヒロありがとう。那我去拿毛巾给你。ヒロ、ヒロありがとう。ありがとう。我前几天跟他讲，我在院子里面弄菜的时候，我家后面刚刚搬来一个新的邻居，那个男的就一直在家里挖土。我说那个男的
他老婆都没有出来，说一直就是那个男的在挖地。我问他干嘛，那个男的说他们家要准备种菜，然后我老公就气着了。タオルありがとう。うん。暑い。交代しようよ。いいよいいよ。全然いいです。这个样子真的有点像那个。いいです。大丈夫です。メンティ。うん。メンティ。メンティ。よいしょ。疲れるよ。うん、大丈夫。ねえ、ややも疲れたらまずいから。おうちの中の。うん？家事やってくれればいい。よいしょ。これなんかね、家事に不満があるね。ない。メイヨ。よいしょ。本当に大丈夫？うん。这一块的土有点硬了，因为之前种莴笋很空了有一段时间了，所以它这个土就硬一些。そんなに力なの。奥まで行かないんだよ。ありがとう。広がっちゃったな。这个就是石灰，这个上面写的是对环境就相对来说没有那么有影响的，这个是天然原料使用这样。嗯？等一下啊，现在就给土进行消毒。这个撒到土里以后要空7到10天这样子，就是里面就不能种菜的。消毒个肥料をまくのに面積が来てる決まってるの2m10。あれ肥料じゃない、消毒でしょ。肥料だ。先测这个面积大小，然后再根据面积大小来撒多少石灰的量。这个全部这里吗？嗯。平，平均，だから平，なんだっけ？嗯。平均ってなんだっけ？平。平均。平均か平均。要均匀的撒上去。OK。嗯，然后你把地翻一下。啊。翻一下地。刚才撒过石灰的地方，我老公现在就把土给翻了。嗯，对，还有大门那边，这样就停放7到10天以后，再撒肥料下去啊，然后再掺一些鸡粪、牛粪这样子，就可以种菜了。